マリさんはいらっしゃってないですよね。残念。あ、イクさんのお話によると、マリさんが一番好きな、卒業された先輩なんですけど、マリさんって、一番好きな曲が正夢だそうで、っていう話を聞いたときに、練習中、ちょっと雑談タイムで、どのフレーズが一番好きかっていうのをちょっと話しまして、3人で正夢の歌詞の中で、で私が結局あれしました。みんなバラバラで、それも面白いなってやっぱり思いながら、私は浅いプールでじゃれるようなっていうところがナンバーワンに好きで、なんですかね、好きな理由なんだちょっとわかんないけど、フィーリングでもう本当にすごい浅いプールでじゃれるようなってめちゃくちゃいいなとかって思いながら歌ってるんですけど、で、なおちゃんがあれだよね、愛は必ず最後に勝つだろう、でもそこが好きっつって、でも違うんです、そういうことにして生きていける、もう好きなんですって言ったのがめちゃめちゃ可愛かった。そういうことにしてっていうのがね、いいんだよねっていう話しました。ゆきさんはね、マリさんと同じだったんですよね。マリさんもここが一番ですよね、お好きなんですよね、マリさんもそのフレーズが。やりましょう。はい、アバウトから、はい、またちょっと違った感じで聞いていただけたらいいなと思います。なおいの気持ちでした。ありがとうございました。Thank you.
ありがとうございました。